そんな不思議そうな顔しないでよ。あそこにいる人。もうどこに注目してんのよ。まあ確かにかっこいいし、ファンの子も結構いるみたいだけど、あの人は GGO トッププレイヤーの一人、イツキさん。彼が率いるスコードロン、アルファルドは強くて有名よ。あ、スコードロンっていわゆるギルドみたいなものね。いや、君たちも大会に参加するの？あ、はい。クレハ君だよね。噂は聞いているよ。あちこちのスコードローンを渡り歩いているんだろう。クレバーな戦況分析が頼りになるって評判いいよね。そこの君は初期装備みたいだけど、もしかしてニュービー？私の幼馴染なんです。ゲームはめちゃくちゃうまいけど、 GGO にログインしたのは今日が初めてだから。初日から大会に参加するなんて冒険好きだね。そういうの嫌いじゃないな。はじめまして、僕はイツキ。銃の戦いはレベルやステータスだけが強さではない。面白い戦いを期待しているよ。ではお先に失礼。イツキさんはすごいけど、私だってもう少しでトップ入りの腕前なんだから、そう簡単に負けないわ。準備はいい？ OK ならそこの転送ゲートに入って、大会の会場となるダンジョンに転送されるわ。一応戦闘の基本を教えておくわね。大丈夫、あんただってすぐになれるわよ。せっかくだしダッシュやジャンプも試してみて。リアルよりずっと体が軽くてびっくりするから。視線に違和感がないか周囲を見渡してみて。もし違和感があったらオプションで設定を変更ね。ここで待ってるからゆっくり調整してていいわよ。収納と切り替えは基本中の基本。じゃあ何回か練習してみて。うまいうまい。ちょうどいいところにエネミーがいるわね。とりあえず実戦で倒してみて。やるわね、クレハ。できた。すごいすごい。うまいうまい。このボックスはバレットボックス。ここでだ、いい感じね。